ちゃんラジオ。はい、エルちゃんラジオの時間です。今回は詩に代わって私ミリアルが担当します。話す内容なのですが、ニックネームをキーワードに話していきたいと思います。なぜニックネームの話をするのかというと、お便りが届いたからです。詩と同じ熊本県からです。ペンネームアスナは俺が守るさんからです。ありがとうございます。学生の頃バッハと呼ばれている友達がいました。地元の友達から呼ばれているみたいで、以前から呼ばれているんだと分かりました。ただ外国の方とはお世辞にも言えない、まんま日本人だし、音楽クラシックが好きとは聞いたこともないし、なんでバッハと呼ばれているのか謎でした。気にしなければ楽しい毎日でしたが、バッハと友達が呼ばれるたびに私の中でモヤモヤが募るばかりでした。数ヶ月が経ち、とうとう我慢ができなくなった私はバッハに直接聞いてみました。バッハは真剣な顔をした私を見て笑いながら教えてくれました。昔トリビアの泉という番組でバッハの回がありました。数多くの名曲を残し、音楽の父と称される18世紀ドイツの偉大な音楽家です。教えてもらった私は納得しました。説明すると、ドイツ語の辞書でバッハという名前を日本語に訳すると小川と書いてあります。友達の名前は小川くんです。面白い友達のお話ありがとうございました。アスナは俺が守るさん、ご自身はニックネームはないんでしょうか。よかったら教えてください。それでは時間が来てしまいましたので、今回はここまでです。皆さんからのお便りをお待ちしています。また次回お会いいたしましょう。